じゃあマリオカート8の続きやっていきます。というわけで今回は 150cc のゼルダカップに挑戦していこうと思います。そして挑戦するキャラクターは、最近すすめキノピオ隊長やってるからキノピオと見せかけてのヘイホー。お、ちょっとヘイホーさん何か、あ、これは色を選ばないといけないのかな。じゃあすすめキノピオ隊長に出てきたのは赤と青だった気がするけれど、青っていうよりかはどっちかっていうと水色。じゃあ今回は水色兵法でいきましょう。にゃーん、なんかそんな可愛げのある感じじゃなかったな。キノピオ隊長だとものすごい形相で襲ってくるんだけど、形相っつうかマスクつけてんだけどさ、まあとにかく恐ろしかった。さて今回、あ、そうだ、新しいフレームもらってるからちょっとご紹介。あった、ゴールドカート。これ多分もともとあるカップを三つ星評価で全てクリアするともらえると思うんだけど、じゃあゴールドタイヤももらってるからつけてみようか。あった。おー、派手だな。派手すぎるっていうか、なんか黄金色のスプレーをシューって吹きかけたみたいな、そんな感じ。ちょっとヘイホーさんには派手すぎるというか似合わないかな。じゃあタイヤは何か違うのつけていこう。お、ワイルドタイヤ、なんかおいい感じ。この黄金のフレームに武骨なタイヤ。おお、そしてカイトは、カイトはどうしよっかな。ピーチパラソル。おお、なかなかこのピンクと水色がよく似合ってますね。まあその下のフレームとタイヤで台無しなんだけど、いやー、これはアンバランスなコーディネートだけどいいよ、気に入った。さあこれでいこう。性能は加速は弱いけどだいたい平均的なんだ。オッケー。いやー、これはひどいな。よし、さて挑戦するカップはゼルダカップ、ワリオ鉱山やレインボーロード、ツルツルツイスターにハイラルサーキット。どっちかっていうとキノコを使わなくてもできるショートカットが多いので、テクニックがあれば速くなれるのかな。じゃあ頑張っていきましょう。オッケー。さあまずはワリオ鉱山。ここは落っこちないように気をつけないと。逆光が眩しいからちょっと見失いやすいんだよね。あと遠回りできるコースというかライン取りがあるけど、あれは意味があるのかな。さあファーストレースは最後尾から。黄金色のフレームが輝きすぎている。どけどけ。おお、今のは軽い相手だったから勝ったのかな。ヒュー。さあマリオ鉱山なんだからぶっちゃけヒーホーさんの地元で。おっと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 、そう、このアウトバーは何もないんだ別に。アイテムとか落ちてるかと思ったけどそんなことはなかったぜ。おお、我が同志たちが頑張っている。てかでかくね、気のせいかな。マートに乗ってるヘイホーさんがちっちゃいだけか。ほい、おーっと激しい体当たり。ここは触って加速。ほい、おーっと、しかしそんな赤コーラ、あれいつの間にか赤コーラっていうかバナナがなくなっているんだけど。にょーん、ほい、ここだ、ほい、ジャンプ。おお、いい感じ。ほい、一応1で来てるのか。ほい、ここは曲がって曲がって、ここもジャンプができる。ほい、よし。おっと危ない。オッケー。さあここは、ほい、おっとっとっと、危ない。よし立て直したぞ。ほい、触ろう。ちょっと視界が見えなくなるぞ。さあどうしよう、内側に行こうかな。あっとっと、よかった、内側に来て。外側だと見えなくなる。ここはちょっとよく見えないけど行くしかない。なんか微妙だな。しっかりブロックして。 OK。 さあ後続のアイテムも余裕があったら見ていきたいけど、ほい、ここはくるっと行ってジャンプ。ちょっとギリギリつがアウトに膨らみすぎた。うー、フォースアウトしなかっただけでもマシかな。ほい、2位につけてるのはダーリー君。おっと危ない、こんなところにバナナが。ほい、うわーやばい、ラリー君がファイアフラワーを持って、やっべーって、これくそ今のは。おお、
これ何かいいの、ほら当たれ。ちょっとよくわかんないことになってるけど、ほい、よし、なんとかいった。正直見えなかったからどうなるかと思ったけど、最終コーナーでなんとか抜いた。でもどうなってた？ラリー君はなんで負けちゃったんでしょうね。確実に1位がいけると思ったけど、ハイライト見てみようか。さあハイライトをリメイク、リメイクっていうか最後のシーンは必ず見れるからこのままでいいか。さあまさかのハイライトリメイクキャンセルからのバナナが消えたのは攻撃されたのかな。さすが、おっと真っ黒、黒、おお、ちょっと待って、戻って。後ろで大爆発が起きてるけど誰が投げたんだ。スローモーション、あ、なんという正確な投げっぷり。そしておお、そっか、ラリーもイカスミ食らってラインが乱れたのかな。ここで抜いて、おお、いやギリギリの戦い。じゃあ次のレースに行きましょう。セカンドレースはレインボーロード。ここはとにかく道が見づらい、そしていわゆるガードレールがないから落っこちやすいんですよね。道の真ん中を通っていこう。途中でミニジャンプできるところがいくつかあるけど、どうだろう、スピードが乗ってれば長い距離も行けるけど、あそこはキノコが欲しいな。さあとりあえずアイテムゲットして、お、できないか、ほい、ここはコインを取りながら回っていって、ほい、おっとやばい、ジャンプ OK。 てか赤コーラすげえな、あそこから追いついてきたのか。さあ結構びっくりするけど、ここはおとなしくこっち行くか。これはブロック用につけておいて、おお、コインがどこにあるかわからない、ほい。しかも今気づいたらあれだ、マップを出してないぞ。マップ出しましょう、ほい。ちょっと危ない、よし直線に来た、ポーズ。どうやってマップ出すんだっけ。マップオンオフ OK、 これでいいのかな。あれ違う、あ出た出た、くそ、ゲーム中にやんなきゃいけないのか、ほい、 OK。 いやーこれは痛い、痛え、抜かれる、くそ。さっきマップを見ようとして手を緩めてしまったのがいけないのか。ポーズ中にマップのオンオフができればよかったんだけどな。さあちょっと爪の甘いマリオカート8、これはうわちょっとこれはやばい、見えない、おーやーめてー、あお尻に当たっちゃった、これはほいほい。さあこのアイテムが勝負を分ける。赤コーラ来たー、ほい、よし、オッケー。ファーストレースに続いてかなりギリギリのトップ。投げるタイミングちょっと戸惑ったけどギリギリ間に合ってよかったな。よしじゃあ次のレースに行きましょう。サードレースはツルツルツイスター。ここはどうなんだろうね、 150cc だとかなり一発ダメージ受けたら致命傷な感じがするけれど、さあ頑張っていこう。あとはショートカットをうまく使えるかどうか。まずはほい、お、いいぞ。まずブロックできるアイテムが手に入るのは嬉しい。そしてうっ、横から当たるだと危ねえ。これはどうかな、速度保てるか。あ、ちょっと押さないで、ほいほい。これは下に行くしかない、本当は上行きたかった、ほいほい、 OK。 頑張った割には順位が上がらないな、すごいファイヤーの中行くしかない、ほい。ここは緑に行っちゃう、
ほい。さあここはうまくいけるのかな。あーダメだったっぽい。くそ、赤コーラに気を取られてしまった。おのれー。でもあっ取れた、ラッキー。おーっと押さないでよこの野郎。いいよ、もう一回。くそ、あの炎って自分でダメージ受けちゃったりするのかな。あーくそ、これは後ろかな。おお、ここにちゃんとアイテムブロックが。よし、なんか今回ファイアフラーが多いぞ。よく避けるな。くそ、俺の弾幕が。ほい、なんだファイアフラワーがやたらと出る。ほい、イエーイ、ナイス。ほい、もう一回。よし、今度はいけた。お、しかも当たってるぞ。これはこのままキープしていきたいな。結構差がついてるから、やるでしょう。ほい、ほい、うまいぞ。イエーイ、ほい。最後は安全そうなら普通のルートで行こうかな。てか普通のルートの方が最近行ってない気がするんだけど。タイムアタックモードではここばっかり練習した覚えがあるから、あえて普通のコース行ってみよう。ほい、あ、ちょっと見ねえ、よかったこれ。さあ安全策、ギャーっていい。くそ、あぶねえ。今回ギリギリの戦いが多すぎるな。今のはダメージ受ける前に後ろにちゃんとコーラ放出した方が良かったよね。こういうところがまだまだ甘いのかな。よし、じゃあファイナルレースに行きましょう。ファイナルレースはハイラルサーキット。ここはこのマスターソード手前のところでジャンプできるみたいなんだけど、そのやり方がよくわかんないんだよな。タイムアタックモードでゴーストがやってたから気になってたんだけど、自分では一回もできないから、何か仕掛けがあるんでしょうか。ほい、あ、ちょっと遅かった。まあでもいいや。ここは真ん中通って、おっと、いきなりはみ出てしまった。ほい、さあとりあえずインの方に行って、ほい、当たらなかった。くそー、やばい、ブロック用に取っといた。あれ、どこ行くんですか。しかもまさかの1に当たっちゃう、かわいそうに。オッケー、さあここは無駄にドリフトしないでいくのが俺のジャスティス。ほい、これはゲットしたい。オッケー、コインじゃなくてルピーが多めだな。ほい、さあキノコが出れば随分大きなショートカットができるけど、出るかな。ほい、なかなかそういう話はうまくいかない。後ろは緑コーラを持ってるからブロックしておこう。おっと、なんだ、え、なんか、え、もしかして今のが何か、あー、なんか出るんだ。へー、どういう仕掛け。まさか雷でティロリロリローンってなるわけ。なるほど、何か謎解きをしないといけないんだ。マジか、いって、クソ、ちょうどよく当たるのかよ。クソ、お、噛まれてしまえ、お前なんか。おお、へい、これはスリップストリームが狙える。あれ、もうちょい、くそー、アイテム取って、見えない。なんか今回イカスミにかなり苦しめられてる気がする。さーて、ここは飛んで、と、あ、ダメだ、下に下がっちゃうから。やべ、あれ、ラッキー。しかしこのブーメランいつ使えばいいんだ。ほい、これブーメランキープでよかったのか。ちょっとこれは戦略ミスのような気がするけど、アイテムが来たら跳ね返してやるぜ。投げちゃえ。オッケー、謎解きはできなかったけど、まあいいか。もしかしてあの3つ並んでる反重力スピンだっけ、あれを全部点灯させれば
真ん中にこう加速板というかブーストが出てくるのかな。ゴーストはゴーストの方の仕掛け見えないからな、なんで飛べるんだろうってずっと思ってた。なるほどな、何か理由があったんですね。よし、じゃあ次に行こう。さあ今回のゼルダカップ 150cc なん、あ、そうそう、ファイヤーフラワーがやたらと私の手に渡った気がしますね。特にサードレースは投げまくってた思い出がありますね。ヘイフォーさんすごいな。そして意外と走り始めれば気が、おお、うまくいってる。そんなに気にならなかったこの変なフレーム。あら、こんなのあったあった。今回はかなりギリギリの戦いでしたが、なんとか全て1位でゴールイン。てなわけで、もちろん三つ星評価でバッチリクリア。いいね、2位と大差をつけてやって気持ちいいです。はい、というわけで 150cc ゼルダカップクリアできましたけど、いやー、ファースト、セカンド、サードとかなりギリギリの戦いでしたね。久しぶりに手に汗握る戦いでした。あとショートカットいくつか失敗しちゃったけど、とりあえずなんていうか、あの理想のラインが取れたところもあったんで良しとしましょう。あとはハイラルかな、ハイラルは謎の仕掛けを解かないとマスターソード手前のジャンプ板が出てこないというのが分かったんで、何かどうすればいいのかな、まだ分かんないけど、もしかしたらタイムアタックモードじゃできないのかな、それかあの反重力スイッチが鍵なのかね。はい、というわけで今回はこれまでにしておこうと思います。ではまた次回もしもありましたらよろしくお願いします。